おはようございます、みそぺこです。今日はちょっと私のおたかつがあんまりできていないっていう話の一つをお話ししたいと思います。私はこの YouTube っていうものを始めるにあたって、こうやっぱみんなが楽しそうだなとかいいなって思ったのをやりたいって思ったのね。こう自分が発信することができる立場にあるっていうのがすごくいいなっていうふうに思ってて、で、もともとは私 YouTuber さんのオタクをやってたんですね。結構イベントとか行ってたんですけど、そのオタク活動が、あ、最近全然できてないと思って、なんか、私が好きな YouTuber さんって、美容系の YouTuber さんか、グループ系の YouTuber さんかなんですね。まあ、グループだったり、こう、コンビでやっていらっしゃったりする YouTuber さんが多いんですけれども、美容系の YouTuber さんって、ほんとなんか、存在が美しいの。言動の一つ一つがさ、美しいから、いいなって思うのね。で、なんか、やっぱ、その、美しい人には美しい人がつくから、すごいなんか、素敵空間ってなるんですよ。で、グループ YouTuber さんは、こう結構体張ってたりとか、グループ特有の仲良し感とか、そういうのを見るのが好きで、結構見てるんですけれども、あの、メイク系の YouTuber さんだと、マリリンさんとか、キム・ギュテさんとか、あと、ズッチ・マティアさんとか、見てるんですね、最近は。このお三方を見てることが多いです。で、グループ系とかコンビ系の YouTuber さんってなると、まず私が YouTube にハマったきっかけになる水溜りボンドさん。で、そこから派生して東海オンエアさんにハマって、で、何かのきっかけでフィッシャーズさんにハマったんですよ。イベントとか行ったりして、私水溜りオンエア毎回行ってて、で、結構、あの、当時のおたかつしてた東海、あ、水溜りオンエアのイベントの時の、あの、回収なんですけど、え、どこまであんのこれ。どこまでが何？怖いんだけど、こんないっぱいあると。これが、ちょっと汚れちゃってるけど、コースターですね。で、私、水溜りボンドはトミーさんが好きで、東海オンエアはりょうさんが好きなんですね。で、あの、ちょっと待って、冷静になって、ちょっと気持ち悪いんだけど。自分がね、自分が、あの、トミーさんのワッペン、これね、これが、11個あります。で、お写真も、トミーさんのソロ写真が4枚あります。で、りょうさんは多分、トミーさんを回収するときに、交換でりょうさんいいですかって言われて、あ、いいですよって言って、結構出しちゃったから、3つしかないですね。お写真も1枚ですし、あと、虫眼鏡さんが1組と、夢丸さんが1組で、としみつさんも1組で、しばゆうさんがステッカーが2つと、写真が1枚あって、で、てつやさんが2枚、2組あります。で、かんたさんが1組あります。で、水たまりオンエアの、この、水たまりオンエア祭りの時の、そう、集合ステッカー、集合ワッペンがあって、で、水たまりボンドさんの写真と、東海さんの写真が2枚あるんですよね。で、水たまりオンエアの写真が1枚あって、で、これは幕張イベだ。幕張イベの時のポストカード。で、これ何？なんかの写真。そんなもんジップロックに詰めてもらって、まあコロナ前でしたし、その、いろいろね、ある前だったから、すごいおたかつしてたんだけど、なんか最近、急におたかつしてないなと思って。YouTuber さんの。なんかグッズあんま買ってないなと思って。え、待って、私オタク失格じゃないって思って。直すのも大変やん。どうやって直したん昔の私。褒め称えてあげるわ。
で、フィッシャーズさんのも、私 T シャツとか結構着てるんですね。私、フィッシャーズさんは、ザカオさんとマサイさんのお宅やってて、結構、なんかこう、何かに突出してる人が好きなんですよ。そのメイク系 YouTuber さんの、その突出したメイク技術とか、人に教えれるだけの技量とか、あと、水溜りボンドさんの、こう、初志貫徹な感じとか、東海オンエアさんの仲いい大学生グループがそのまま大人になりましたみたいな感じとか、フィッシャーズさんの、こう、子供心を忘れない感じとか、好きで、で、ザカオさんとマサイさんに至っては、ザカオさんはブレイクダンスで、マサイさんは映像技術っていう、すごい特殊っていうか、すごいなんか、こう、極めなきゃいけないジャンルじゃないですか。すごいなと思って。で、りょうさんも、まあ、一般企業に勤めていらっしゃって、その、それのための勉強とか、すごくしていらっしゃるっていうのを、個人チャンネルの方で拝見させていただいたので、すごいなと思って、宅建士の資格ってすごく難しいんですよ。私、ちょっと、宅建士の問題集とか見たことあるんですね。全然なんて書いてあるか全然わかんなくて、えってなって、なんかそれを、なんか問題集解いて説明聞いてからもう一回解いてってしても、わかんないわかんないってなっちゃって、すごいなって思ったのが、すごい尊敬ポイント。あと、自分が気になること、やりたいなって思ったことに投資できるっていう大胆さがすごく素晴らしいなと思って、いいなって思います。で、トミーさんは喋りの技術とか、その、喋りとか、言葉遣い、言葉の言い回しとかが、とても頭がいい人の喋り方だなって思うんですね。だから、もうなんかこの好きなメンツを並べたときに、あ、すごい。なんか、キラキラしてる。ってなっちゃうんですよ。もちろん他のメンバーの方とか、他のソロ YouTuber さんも、まあ、見てる方いますし、その、他のグループのメンバーさんもすごいところいっぱいあるから、そう、嫌いってわけじゃないし、もうグループとしてマジ推しって感じなんだけど、マジね、最近ね、なんか、まあ、ジャニーズなんだけど、ジャニーズの推し活しすぎてて、YouTuber さんの、情報まで追えてなくて、ない?そんな経験。私めちゃくちゃあるんだよ。でも気がついたら、グッズ出てるし、と思って、焦った。一番焦ったのは何かな?ピースの事情くんの T シャツの再販の時、マジサブちゃん見るの遅れたから、焦りました。あれは無事仕事着になってます。職場に来て行ってます。でも、なんか YouTube をやるにあたって、この YouTuber さんのオタクですっていうことを、YouTuber さんのオタクですっていうことを言っちゃいけないと思ってたの。なんか、その人に近づく目的があって YouTuber やってんじゃないのかとか、変な勘繰りされるの超だるいんですよ。私全然そんなつもりないし、なんか、私は私で好きなことを発信してるだけだよね。まあ、ほとんどジャニーズの話だったり、メンズ地下アイドルの話だったり、ゲームだったりとか、自分の好きなことをやってるだけなので、何のあれもないんだけど、なんだろうな。私の中で、その、同じ界隈のオタクをしてますっていうのを言っちゃいけないと思ってたの。だから、すごい私心の中に秘めてて、で、なんか、結構隠してるのね。この上とかさ、絶対映さないじゃん。理由はちゃんとあるんよ。もうめちゃくちゃね、ここで YouTuber さんの、何こんくらいのさ、ぬいぐるみあるじゃん。あれがね、バチバチに飾ってある。から、絶対そういうの映しちゃいけないと思って、隠してたんだけど、もういいやって思って。置いてます。普通に。うん、だからこれから、ちょこちょこね、部屋、ちょっと雰囲気、こう撮影エリアがあまりにも雑然してたので、ちょっと雰囲気変えてみたんですけど、ちょっと他のものもね、こう飾ってみたりとか、置く場所考えてみたりとかして、
こういろんなものを置いていくかと思うんですけれども、あ、こいつこういうののオタクしてんだなっていうふうに思ってくれればなと思って、今回ちょっと弁明動画っていうか、誘導、オタ活してますみたいな動画を撮りたくて撮ってます。まあ、実際その、オタ活って言えるほどオタクはやってないんだけど、でもまあ、ちょいちょい買うぐらいにはオタ活してます。うん。まあ、これから先ね、そういう話も出てくるかなと思って、ちょっと最近こう動画のこう方針、動画の形っていうのもこんな感じになってきたので、よかったらね、こういうオタクの話ができればなと思います。あと、あの、私女性 YouTuber さんの二大巨頭があって、マジで好きな YouTuber さんってマジで語ることなくなっちゃうっていうか、語り尽くせないんだけど、私マジで女性 YouTuber さんの中で一番好きなのが、一番って言ってるのに二人もいるのかよって思うんだけど、ジェニーさんとアイアイさんがすごく好きなの。もうね、もう大好きすぎて、これはもうちょっと下心あって、何かしらあってもいいんじゃないかって思うぐらい好きなんだよね。うん。いや、もうジェニーさんは人柄の良さが本当に好きで、アイアイさんは、あの、エビ中時代は私は知らないんですけど、ソロで活動されてる中で、すごく可愛い。すごく好き。私マジ、アイアイさんの喋り方とか真似するときあるもん。マジで、ああいう女の子になりたいって思ってるから、なんか、ああいう内面の女の子っていいなって思うし、ああいう風にこう、さらけ出せる女の子ってすごくかっこいいなって思うから、マジでこの二人と、何か出会うきっかけとかあったら、私は倒れてしまうかもしれないって思って、うん、います。本当に、ああ、もう大好きと思って。あ、わかるかと思いますが、はい、私、ウームロオタクです。はい、ということで。まあね、こんな感じで、わあ、ダラダラと喋っちゃったんだけど、オタク、オタ活っていいよね。オタクだっていつオンライン。まあ、何のオタクをしてても、私は自分らしくありたいなって思うので、自分らしくオタクを進めていきたいなと思います。ということで、本日の動画はここまで。いかがだったでしょうか？まあね、私がオタクだっていう話をしただけなんですけれども、もし、まあ、これから先ね、本当に、あの、何かの表紙でなんか、急にめちゃくちゃ YouTuber のオタクするじゃんって思うかもしんないけど、根が YouTuber のオタクなんです。ごめんなさい。なので、まあ、あ、ミサペコ誰々推しだもんな、とか、思ってくれると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ミサペコでした。またね。バイバイ。